ああ、かわいいかわいい。めちゃくちゃ雰囲気いいですか。こんにちは。今回のロジュラ TV は新企画です。いつもユート編集長がおすすめのお店を教えてるんですけども、新企画はですね、ユート編集長が街の人におすすめのお店に連れて行ってもらうという企画です。個人的にめちゃくちゃ楽しみです。で、第1回目はスペシャルゲストとして、ロジュラのユーと言ってもいいんじゃないでしょうか。社長に美味しいお店に連れて行っていただきます。みんな大好きですよね、ソーソーはね。多分カレーライスとソーソーで嫌いな人見たことないです。で、前回出ていただいた観光おもてなし大使の古川さんも一緒に行こうと思ってまして、待ち合わせまでまだちょっと時間があるので、古川さんとせっかくなんでソーソーさんを、買い物しながら、待ちたいと思います。はい、では古川さんと待ち合わせ場所に向かいます。見たありますね。あ、2回目の登場、津川のり子さんです。今日はよろしくお願いします。このエリアにあるソーソーさんの店舗がずらっと、さっき衣がますぐそこなんで、ちょっともしあれなら衣を一回見に行ってみますね。和服ね、これですね。浴衣いいですね。さすがお似合いで、結構いろいろありますね。マスクですよね。あ、ほんまや。ね、人気の。あの数字のやつあんのかな。私もこれ、ソーソーさんのマスク。あ、ほんまや。それ。売り切れ、売り切れ、ね、そう、いつも売り切れやから、間に合ったあと思って。可愛いですよね、すごい。すいません。なんか気になるのあったら、一回聞いてみてもらってもいいでしょ。はいはいはい。いつも、いつもインスタライブ見てます。言ってはりましたね、見てるって。今、おすすめとかって。まだ夏で、はい、涼しいですね、高島知事ね、はい、やっぱり、あ、そうですか。はい、あ、それめちゃくちゃ楽なんですよ。へー、こういうなんか、襟みたいな感じになってて、こういう方の下に、ほうほうほう、すごいすごい。折り紙みたいとか、そうなんですよ。ベルトでね。めちゃくちゃいいじゃないですか。そうなんです。わ、すごい。うまい。そうなんです。ああ、これ先ほど見せていただいたあの。白やったり白やったりあるんで、この浴衣っぽい感じなんか楽なんですよ、一枚で。お、はい。あ、ほんま普通に。これ可愛いですよね。可愛いです。肌触りめっちゃいいし、高島ちぢみでね。可愛いですよね。可愛い可愛い。ガラッと変わった雰囲気が。閉めてください。ああ、いいじゃないですか。いい感じいい感じ。ね。あ、持ってきたかった。これは持ってるんですけどね。伝統スイーツ。ちょっとテンション上がります ね上がります。すごい。個人的に僕も行きたいソーソーさんの店舗があって、どこですか、どこですか。ルコックスポルティブっていう、あのサイクリングウェア。あ、人気ですよね。そうです、はい、サイクリング動画とかも撮ろうと思ってて、楽しそう。そうなんですよ、ソーソーさん村ですよね。そうなんですよ、ソーソーさんだらけです。ランドセルとかもあるんですね。いや、そうなんですよ、ランドセルですよね。これですね、はい、ルコックスポルティブ。これいいですね、サイクリング。じゃあお付き合いいただいていいですか。ここは結構 T シャツとかね、ハンズボン、シャツ、ね、シティサイクルウェアっていう感じですかね。靴も結構あるんですよね。なかなかスニーカーめっちゃ可愛いな。ね、可愛いですね、うん、これよく見かけるやつですね。ね、よく履いてありますよ、街で。中なんですけど、買い物させてもらっていいですか。ちょっとチラッと見ててね、いいのあったんですよ。これめっちゃ可愛いないですか、これ。
ちょっと着させていただいてもいいですか、これ。ベストにカメラを持たす。かわいい。似合われます、すごい。ニコちゃんいっぱい。ね、さっきも。うん、はい、はい、出かけました。お買い物楽しいですね。お忙しいところありがとうございます。ちょっと素敵なお店に連れて行っていただくとい う, もうありがたい企画で目立ちますよ ね, ね、あ、雰囲気が出てきましたね。あ、でも白風はやっぱ人少ないですね。こうやって見たらめちゃくちゃ雰囲気いいです。イオンビトラさん初めてなんですよ。なんかね、いい香りしますね。お世話になります。ありがとうございます。あ、これが奥個室ですね。よろしくお願いします。はい、乾杯。ここの、まあ、僕が好きなところ、はい、個室があるのがいいじゃないですか、はい。まあ、ここは京野菜をメインに使ってあるみたいで、あ、フレンチ食べてる感覚をたまに忘れて、和食ちゃうかと思ってしまうと、優しい感じがするんですよ。あ、特に夏のメニューがいいんじゃないかなと思ってます。高見さんでしたか。そうですね。あ、シェフ、ありがとうございます。よろしくお願いします。まずは最初に一皿目の主菜でございます。今日はあの淡路の鯛を買いましたので、ね、ラウスで、ラウスの籠でコンビニメにしまして、あとソースがね、きゅうり、朝取りのきゅうりと、あとフルーツのキウイで、あのちょっと甘酸っぱい、はい、酸味の効いたソースにしてますので、僕はあのちょっと聞いてるだけに食べたい。あ、わかりました。巻いてね。食べますよ、これ。香りと、はい、見た目。あ、いただきます。わー、美味しそう。どうでしょう、大丈夫でしょうか。はい。うまっす。ありがとうございます。ありがとうございます。うまっすってでも誰が考えたんですか。うまっすはね、実はあの博多によく行くんですけど、うん、のいろいろ食べ歩きしに、あ、そう、はい、もつ鍋屋さんの行列になってる時に、うん、やっぱ出てきてうまっすって言ったじゃないですか。それはありますで、あの淡路の、サバでございます。あの香り付けスモークしてから、表面だけ炙って用意しております、はい。あのそのままお手前のマスカルポーネというチーズにあのブルーベリーフルーツのブルーベリーを合わせてまして、ただ塩コショウであの試しております。そのままあのつけていただいてファミリー食パンをお締めくださいます。いいですか。ありがとうございます。いただきます。うまっ、うまっ。これやダメだ、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 あー、はいはい、見たことないの、はいはい、まあ、それは一通り買いますよね。すごい香りしますね。香りすごいですよね。おしゃれ、うん、めちゃうま、めちゃうます。やり直すから。すごい熟成したチーズ、いい香り、めちゃめちゃうます。ゆかさん取ります？やってみたい、やった。いただきま
どうぞ。塩加減最高ですね。素直な人と思いますか。素直な人は一番強い気がするんですよね。まあ、僕調べですけど、まあ、男もいいのでね、素直な人って魅力あるし、その相手だったらおばあちゃんでも可愛いですよね。あ、確かに、うん、若林さんのタイプ可愛げ重視らしいです。ゆうと編集長の女性のタイプは愛嬌と疲れない方で自由にさせてくれる言うとありますね、自由束縛がダメです、ね、ダメなんです。次は丹波の豚とフォアグラでパテにしました。うわー、切れたパテ。手前のマスタードとあと新生姜のピクルスで合わせたペーストというか薬味みたいなのが結構多いです。レマン味唐辛子はちょっと炙って醤油とおりごいでまいります。美味しそう。料理されます？カップラーメン作る麺類もお好きなんで中華が結構好きなんですか？中華好きなんですね。麻婆豆腐美味しそうね。美味しそう。餃子とか、あ、チンケンタロイの麻婆豆腐、はい、四川料理、はい、辛いんですけど、はい、京都やったら、ショットっていうところが、そこ欲しいな。まあ、本店はね、赤坂の四川飯店、四川飯店、そこの人はプロデュースしてるんで、あ、そうなんですか。焼肉もって、焼肉も好きなんですか？きつねうどん、冷麺あ、麺類に戻った。うどん屋さん、はい、出てたんですよ、ご実家。あ、まあ、しがないうどん屋もね。あ、そうなんですか。はい、私が食堂やってたんです、普通の。あ、そうですか。定食屋さんみたいな感じですか。へえ。そこで育たれてアパレルの道にこう進まれて、卒業して専門学校から出てったんです。あ、そうなんですか。あ、へえ。2年行ってそのまま就職して、はい、で6年ぐらい行って、はい、企画とかされてたんですよね、アパレルの、はい。どう営業しはったんやろうと思って、ね、そうですね、まあ、26の時に、まあ、僕服をするやったら、はい、まあ、クエさんやろうと思って、まあ、アメリカ行って付き始めて、はい、小さいお店を始めたんですよ。そうこうしてるうちに、なんか広告行って買い付けてるだけではクリエイティブじゃないなというようになったんですよね。向こうで流行したものをただ入れてるだけみたいな、じゃあオリジナル作ろうみたいな風になっていって、それでも、まあ、ただオリジナル作ればいいっていうのでもないですが、なんかフランスはフランス、イタリアならイタリア、アメリカならアメリカの、まあ、そういう文化みたいなのがあるから、そういうものに目指したファッションが必要だなっていうことを思ったんですが、そうじゃないと勝てない。じゃあやっぱりこう和装っていうのを避けて通れへんなっていうことで、じゃあ日本のことやろうと。まあ、独立してから10年後ぐらいに、まあ、そうそうって今切り替えたんですよね。なんかいっぱい店舗あるじゃないですか。まずどのお店からされたんですか？まあ、旅ですかね。あ、やっぱり旅ね。旅ですね。まあ、京都では本当はそうそうっていうお店の前に、まあ、あるお店やったんですけど、はい、そのお店がね、ちょっと面白いっていうことで、店名はそのインズデザインプラスムーンバランスという長ったり名前がコンセプトは一緒で、それを面白いっていうことで、東京の森ビルってあるじゃないですか。あ、はいはい、あそこの人が見つけてくれて、東京に出店してくれって言われた時に、まあ、ちょっとどうせ日本のことやるから日本語にしようと思って、何にしようかなと思って、そうそうっていうふうに、あ、そうそうっていう、そこでそうそうっていうのは、まあ、長いでしょ、なんかティームズデザインプラスのバランスで、東京ですよね。めっちゃ噛むじゃないですか。これはあかんと思って、もっとシンプルで分かりやすく、誰でも言えて、で、しかも日本の名前、日本語、日本のことやるんだったら日本語がいいなと思って、そう書いたんですよ。そこから生まれたんですね。東京のお店出店シーンだったら、その名前は出てこない。すごいなぁ。それ気に入っちゃって、じゃあ京都の方もソーソーにしようって言われて、あ、それでソーソーになったんですか。そうなんだ。半年後ぐらいに、はぁ、全然売れなかったんですよ。
へえ。あ、そうなんですか。全くれない。で、これも閉店やなっていう時に直旅を出したんですよ、ね。はい。そしたらそれがちょっと開けて、じゃあこう盛り返していこうっていう。ええ、今すごいですもんね。すごくはないですけど、でもあれがなかったら。確かに操作さんって言ったらね、自家旅のイメージ、ね、まあイメージは確かに結構強いですもんね。ウニですね、これ。はい、今オープントーストでございます。トースターのバターを、ね、香り付けしまして、トースト、はい、でその上にあのスクランブルエッグで、右手はあの自家製のカラスミ、左手はあの北海道根室の、今日はあの紫ウニ、紫ウニうますでしょう。ねえ、辛すぎ。おしゃれやな、でも。います。男性はだから、若林さんスタイルな見て、着物着たいなと思って入っていかる方多いですよね。そうですね、だって自由な感じがいいんじゃないですか。ここまあ、目指した人も一定数いますし。あ、そうですね。で、モードとかトレンドになればなるほど身長高くてやっぱりルックスがいい人は似合っていくじゃないですか。でも日本人って別に身長が高いわけでもないし、まあちょっとボケっとしたお腹の人も多いし、でもそういう人が本当は似合うとあかんわけですよね。コミックとしてはまあそれって何やねんって言ったらやっぱりワックになるじゃないですか。ワックが地味じゃなくちょっと派手でかぶいた感じでもいいわけですよね。そういうのって多分江戸時代はそうやったらしいんですよね。あ、派手な服を着た人たちが今ちょうどかぶしてたみたいな、そういう時代の京都で生まれた言葉が歌舞伎、まあ、歌舞伎なんですよね。あ、現代の京都でその歌舞伎っていう衣装を作ることが、まあなんかファッションやってるコンセプトとしては割と合うんじゃないかな。あ、なるほど。うん、なんか派手な洋服作るんじゃなく、うん、京都で歌舞伎だとそれを作るだけ、それはじゃあ突然変異じゃなく江戸時代からやってただけの話で、それをまあちょっと受け継いでるっていうとおかましいですけど、京都でもそういう見えたらいるっていう、そういうストーリーで作ってるだけなんですよね。タゲットいらんなみたいな。そのファッションって30代のキャリアウーマンとか、はい、20代の男性とかもターゲット決まるじゃないですか、はい、例えば直旅なんかターゲットもないんですよ。そっか、まあ確かに高校生でも30代でもおばあちゃんでも、誰でもいいんですよ。祭りの人でも外国の人でもいいし、だから、まあ、ファミレスやなと思ってね、誰でもそうそうみたいな、子供からおばあちゃんまで来てもらってバーって楽しんでもらえるアパレル界のファミレス。かっこいいですね、なんかいや、なんかいいです ね、ローターゲットですよ。なんかいろんなところとコラボしてありますもんね。されてますよね、もうかなり来るんですか、やっぱりもうそのコラボ以来っていうのは。そうですね、まあちょいちょいなんかとかでなんかね、台湾ね、台湾の人気あるんですよ。へー、すごい、へー、台湾のちょうど先週ぐらいですね、はい、台湾のセブンイレブンとコラボしたアイテムがセブンイレブンに行ってるんですよ。あ、そうなんですか。見たかった。へー、あったんですか。日本では買えないんですか。連れてますよ、料理。あの真ん中に置く時代終わりました。あ、まさか。長崎の、甘鯛でございます。甘鯛鱗を、パリパリに仕上げまして、ズッキーニ、黄色と緑と、2種類付け合わせでご用意しております。おソースの実山椒を効かしたおソースでお召し上がりします。立ち上げた時のなんかあれもめっちゃかっこいいなと思って、単発じゃなかったですか。あ、何ですか。全然もうそれレアですよ。これは貴重、レアですよ。貴重ですね。ですよね。これこれ。ほんまや。マイクルジャクソンみたいなですか。え、そんな感じじゃないですか。こんなところのドレッドなんて相当。ですよね。いやいや、そんなにないですよ別に。へえ。あ、これこれこれ。
すごいと思って始めた時。あ、まだ違いますのね、イメージ。わあ、すごいな。当事者の燻製でメイン料理、今日はあの鴨、亀から七谷鴨と京都肉でご用意してます。ちょっと当事者でいぶしてますけど、はい、ちょっと開けさせてもらいますね。わあ、すごい。すごい。あ、香りが燻製の。もううまそうですね、これ柔らか。はい、玉ねぎご飯でございます。玉ねぎはさっとソテーして、蒸らすときにお入れして、香り高くて、こちらはトリュフの香りを移した卵かけご飯、はい、よかったらこの後、裏で白いご飯も別で炊いてますので、こちらはぜひお入れしていただきます。美味しい、美味しい。いつも、目の前で削るんですけど、はい、今このご時世に削ったもの。あ、なるほど、ありがとうございます。落ち込んだりするのも、結局自分がすごい人間やと思ってる人がすごい結果出せへんかった時に落ち込むけど、なんか自分なんかそもそも大したことない人間やと思えば落ち込まないじゃないですか。確かに、そんな偉いこと言うなと思って。面白いな、謙虚ですよね。確かに、落ち込んだ時は自分がなんか偉そうな気持ちを持ってる、うん、そういうことか、そういうこと、どうしてもね、なんかの講演会みたいな。僕さ、内容よりも受けたいや、でも分かります。やっぱり喋るからには受けたいんですよ。そうですね、受けへんかったら落ち込むんですよ。なんで落ち込んでんな、自分結構落ち込んでんなっていうことは、もっと笑わせられる自信があるのかなとか。なるほどな。芸人ちゃうし、そんなしゃあないよね。で、見に来てる人誰も求めてへんやと思いながら落ち着く。はぁ、面白いな。ねえ、ここまで香りが、ね、してきます。うまっ。ソムリエの資格ね、ソムリエバッジね、さすが。そのバッジをする。そこはちょっとこう上げてくれ。美味しかったです。美味しかったです。はい、量も、ね、結構しっかりね。最後にやっぱご飯出てくるのがいいんですよ、ね。そうですね。基本はちょっとずつで、ただ若い人とか基本とか温度が足りないとなったら困るんで、で、お客さんにも土鍋で炊いて、で、食べはらないともう食べられないもん、食べられないからお宮にしてっていう、ね、調整してもらう。これからどんな展開していかれるとかあるんですか。まあそうですね、コラボの話はよくあるんですけど、まあそういうものを、まあ、一つ一つこなしていくかな、はい、で通常の仕事プラス、来た仕事もやることを今日々やっていきたいな。なるほど、すごい楽しみですよね、これからも、ね。YouTube とあとインスタライブも定期的に配信されてるっていうことで、毎日やってるね。まあ、はい、それもちょっと概要欄にちゃんと URL 入れておきますので、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、楽しかったです。また第2回お願いします。はい、ありがとうございます。